はい、どうもこんにちは、よろしくお願いします。もう量子コンピューター業界ですね、もうかなり戦国時代になってきました。もうすごいっすよ。もう量子コンピューター業界の世界構図ですね。もうそのニュースを追ってったら、これ映画化5本ぐらい作るんじゃないですかね。まあそれくらい面白い業界になってきました。でニュースはですね、それ Google とか IBM とか Amazon とかですね、マイクロソフトが大手の量子コンピューターを提供だったらっていうニュースも結構出てるんですけど、最近面白いのがやっぱイオントラップ系ですよね。IONQ が、まあ、ニューヨーク証券取引所に上場、時価総額2000億円ですね。で、キャッシュが600億円ということで、さらにですね、最近、ソフトバンクビジョンファンドと組んで、まあ、今後量子コンピューターのイオントラップマシンを売り込んでいくということで、まあ、産業化を進めていくんですけど、ここに来てですね、イギリスの CQC というケンブリッジクォンタムコンピューティングでイギリスで一番大きいベンチャー企業と、まあ、時価総額大体400億か450億くらいのですね、ベンチャー企業、ソフトウェアベンチャーなんですけど、あとアメリカのハネベルのイオントラップマシンのですね、チームが、まあそのイオントラップがですね、ハネベルからスピンアウトして CQC とくっつくということで、まあ、時価総額約700億から800億円ぐらいの、まあ、ベンチャー企業で、これですね、スパックは上場はしてないですけど、そのハネベルのスピンアウトしたベンチャーが、CQC とくっついて、かつ、まあ、今後ですね、IONQ のキャッシュ600億に対抗して、まあ、ハネルのですね、キャッシュ300億円ぐらい投入されるということなんで、フルスタックのソフトウェアからハードウェアまでやるフルスタックベンチャーっていうのが、まあ、出来上がります。こうなってくるとですね、まあ、勢力図っていうのは結構難しくて、今までイギリスといえば CQC だったんですけど、これイギリスの特徴なんですかね。まあ、Google に買収されてディープマインドっていうですね、AI、世界最高の AI ベンチャーだったりとか、あと、まあ、ソフトバンクが、買収した ARM ですとか、まあ、イギリスを代表する大手のですね、IT 企業ですとか、AI 企業、そして、量子コンピューターベンチャー企業が、まあ、米国とか日本の企業に買われていくっていう感じになってきてますよね。で、今回の CQC もですね、55% でハネルの方が持つということで、まあ、45% なんで、まあ、代表権というか、その、まあ、過半数を取られてしまうということで、まあ、CQC は一応存続であると思うんですけど、まあ、イギリス発ベンチャーって言っていいかどうか分かんなくなっちゃいますね、ここまで来ると。っていう感じで、結構変遷がですね、あります。なので、アメリカの方は、例えばシリコンバレーにあるですね、リエッティなんかは QX ブランチを買収したりとか、まあ、DAV もですね、まあ、フルスタックでやってたりとか、まあ、IBM とか、それに Google チームとか、Microsoft チーム、Amazon チームですね。で、マイクロソフトチーム、アマゾンチームはやっぱ特殊で、マイクロソフト、アマゾンは自社でですね、量子コンピューター作ってませんので、Azure、そして、パブリック1の、クラウド1の AWS ですね、の上で、まあ、複数のハードウェアを提供しているという状況になっています。で、今回、ハネベルで影響があるのはですね、CQC とハネベルをくっつけて影響があるのは、マイクロソフト Azure といった、マイクロソフトの提供している、クラウドサービスに上において提供されているハネベル H1 というですね、システムがあるんですけど、H1 システムの方が、まあ、今回影響を受けるという感じになりますね。で、まあ、その、こう、難しいのが、ハネベルがフルスタック企業になるということで、ちょっとめちゃくちゃなんですけど、まあ、クラウド経由で提供している場合、なんで、マイクロソフトの場合は、IONQ、そしてハネベルですね、っていうのを中心に提供していて、AWS の方は、リゲッティ、IONQ、DAV を中心に提供しています。で、DAV とかですね、ハネベルとかっていうのは、フルスタック、リエッティもそうなんですけど、フルスタックといって、ハードウェアからソフトウェアまで全部提供するというスタンスを取ってるんですね。けど最近はですね、やっぱそっちよりも、やっぱクラウドシステム強いんで、Amazon の傘下っていうか下に入って、ハードウェア提供っていう方に、まあ、特化するっていう形で、IONQ っていうのはもうハードウェア特化でソフトウェア提供してません。っていうことですね、まあ、勢力図入り乱れてるんですよね。今までフルスタックでですね、結構勝負を挑んできたリゲッティとか DAV っていうのが、まあ、軒並みですね、評価額を落としていて、DAV は多分最新の評価額で言うと、160億円ですかね、かなり小さい評価額になってしまってますし、まあ、リゲッティもダウンラウンドっていうことで、まあ、かなり評価額を落としてるんじゃないかなということで、フルスタックのハードウェアメーカーっていうのはもう非常に厳しい戦いを強いられていて、そのソフトウェアの分野を変えたり離したりっていうところですね、まあ、結構頻繁にやっていて、そのハードウェアの文化とソフトウェアの文化って多分全然違うものなんで、それをですね、一つの会社としてまとめてフルスタックでですね、ベンチャーで提供するっていうのはものすごい難しい上に、まあ、ことごとくですね、いろんな会社までチャレンジしながら、まあ、販売戦略の方が、まあ、なかなか苦労してるっていう感じですね。で、ここに来て CQC とハネベルがですね、成功するかどうかっていうのは、まあ、今までの勝率から言ったら、まあ、ちょっと厳しい。で、今までの勝率で言うと、IONQ のハードウェア特化の方が、まあ、勝率は高いんですけど、
かつキャッシュもですね、リッチですし、チームもコンパクトですので、まあ、あの意味合いとしてはまあいいと思うんですけど、まあ、ますます読めない時代になってきました。で、かつですね、今世界でやっぱソフトウェア専業でやってるっていうベンチャーがここで CQC なくなってしまったんで、ソフトウェア専業のメガベンチャーっていうのがちょっと実は減ってます。で、実はですね、ここ乗っかってる、Amazon のページ乗っかってるですね、世界11社ですね、まあ、ここでは CQC 入ってますね。CQC は、ちょっと競合に入ると思うんで、Amazon の下に入らずに、例えば、ここは完全にソフトウェア専業のワンキュービットですね。ワンキュービットは、DEM があるですね、ブリティッシュコロンビア州のバーナビーの近くですね、その首都のバンクーバーの方にあって、まあ、ほぼというかですね、ソフトウェア専業です。なんで、まあ、非常に、大型の調達をしていて、ソフトウェアに特化した企業になっていて、まあ、非常にですね、安定している企業ですね。マイクロソフト Azure の方にも、技術を提供しているという、まあ、有名な、世界的に有名な会社になっています。あと有名なですね、一番ここにある、QC ウェアですね、アメリカのですね、シリコンバレーの方に本拠地を置いている、まあ、QC ウェアで、まあ、結構大手の企業から調達をして、まあ、ソフトウェアを中心に提供してますけど、まあ、クラウドサービスを一応 Forge ってやつを提供していて、まあ、Q2B ってですね、世界的な、グローバルですね、有名な、まあ、量子コンピューター向けのビジネスカンファレンスっていうのを、まあ、主催しているっていう企業になっています。あとですね、オランダ、デンマークですね、ヨーロッパの方に関してはソフトウェア大きいのってイギリスの CQC だったんですけど、ヨーロッパの本土の方ですね、の方だと、このですね、デンマークとオランダのデルフト工科大の混合チームである Q&Co っていうのが有名ですね。なんでここも有名です。であとはですね、リゲッティとかダナドゥって一番下の段に書いてあるんですけど、リゲッティはハードウェアから、ソフトウェアのフルスタックになっていて、まあ、ここは QX ブランチってですね、ワシントンとかオーストラリアを中心としてですね、活躍していた、まあ、あと量子ソフトウェア会社を買収してフルスタックですね、ハードウェアからソフトウェアまでの事業展開ということで、まあ、おそらくここに乗っかってるってことは、まあ、ソフトウェアの方の部門が、まあ、収益を取るためにこの Amazon と提供しているという感じになっています。で、同じようなことで、ザナドゥっていう会社があって、ここはですね、光量子コンピューターの企業なんですけど、ソフトウェアとしては光量子コンピューター以外の普通のですね、量子コンピューターのソフトウェアも提供しているっていう企業になっていて、まあ、最近は機械学習のペニーレーンですとかっていうのを提供してたんですけど、まあ、最近バリエーション400億円バリエーションで、まあ、100億円調達ということで、光量子コンピューターのチップ開発のハードウェアの方をまあ強化するということで、ここもですね、やっぱフルスタックの会社になってるんですね。で、同じ光量子コンピューターのプサイコンタブの方は逆にハードウェア専業になっているので、フルスタックではなくて、プサイコンタブの方はハードウェアを作るということで200億円の調達をしているということですね。で、ここは非常に難しい業界で、まあ、うちもそうなんですけど、まあ、量子コンピューター業界を乗り切るためにはですね、手元のキャッシュ、そして売上ですね、そして戦略、そして技術、すべてが整ってなきゃいけないんですけど、まあ、ここはですね、やんやんするわけですね。で、今回 CQC とハネベのですね、統合っていうところも、やっぱかなりですね、技術的、売上的にやっぱ厳しいのか、それとも、そのマイノリティを、まあ、持つっていうソフトウェア会社ですね。つまりハードウェア側が強くなってくるんで、まあ、フルスタックの意味合いで言うと、まあ、リゲッティとかですね、DEM に近いような立ち位置に今後 CQC とハネウェルの混合チームがなっていくという感じになっています。で、ザナドゥに関しては、やっぱりですね、調達額はハードウェアっていう方がやっぱ大きくなるんで、まあ、ザナドゥもですね、結構そういったこう多分に漏れず、他のですね、ベンチャー企業と、まあ、同様にですね、ハードウェアの方で大型調達するんで、今後ハードウェアの方ですね、が大勢になって、ソフトウェアの方はどうなるかっていう感じだと思うんですけど、まあ、そうなるとですね、結構ハードウェア文化に染まっていく企業とベンチャー企業ですね、ソフトウェア文化とまんまその残っていく企業っていうのが、まあ、世界的にやっぱ結構厳選されてきて、まあ、結構これはすごいっすよね。これはすごいっす。だから世界的に、まあ、ここで言うと世界的にソフトウェアで専業ということで、まあ、量子コンピューターソフトウェア企業として残ってるのが、まあ、カナダのワンキュービット。そして、まあ、ここにちょっと自画自賛な違いですね。日本のブルーキャット。うちの会社ですね。で、ここはちょっとスペインのマルチバースも最近よく聞きますけど、これは金融計算ですね。で、して、まあ、もうアメリカを代表する QC ウェアですね。あとは、まあ、QC ウェアとも、まあ、量子コンピューター専業ってわけじゃないんで、オランダ、デルフトですね、の工科大学と、デンマーク、コーペンハーゲン大学混合チームの Q&Co。ここも、まあ、有望ですね。あと、日本のキュナシスですね。ここもかなり有望ですよね。で、まあ、イギリスのラーコも、まあ、って感じですね。で、あとアメリカはザパタですね。ザパタも最近カナダの方にも、進出してますんで、イギリスにも進出してますし、日本にも事務所がありますけど、ザパタですね。
まあ、こう見るとですね、やっぱカナダのワンキュービットですとか、アメリカの九州ウェアとか、アメリカのザパタですかね。欧州本土の方はちょっと Q&Co の方はちょっと弱い感じはしますけど、アメリカのですね、ソフトウェアのベンチャーは、まあ、九州やザパタが残っていて、あと、まあ、カナダもザナドゥは有名だったんですけど、ザナドゥワンキュー、西のワンキュービット、東のザナドゥだったんですけど、まあ、ザナドゥはハードウェア中心の光量子コンピューターの方に強く進むという方針になってきているので、まあ、フルスタック企業ということで、まあ、ソフトウェアからちょっと脱落するのか、まあ、このままキープするのかっていうのはちょっとわかんないですけど、今までのソフトウェアとフルスタック企業の動向から言うと、生き残る可能性は、まあ、結構、まあ、低いとは言わないですけど、そのちょっと難しい感じになってくると思います。ここはだから本当チャレンジなんですよね。女子コンピューター業界は、まあ、一世一代のチャレンジっていうのをみんなやっていて、まあ、なかなかこう打ち死にしていくっていう感じの、まあ、構成になってるんですね。で、そうすると、まあ、カナダですね。東のザナドゥ、西のワンキュービットで、結局ワンキュービットの安定感は半端ないですね。はい。で、ザナドゥがどうなるかっていうのは、まあ、今後の見ものですね。キャッシュ100億調達ということで、光量子コンピューターを、まあ、どこまで本気で作るのかってことですね。プサイコンタムはかなり本気でやってますけど、ザナドゥはですね、結構うまく立ち回ってるんで、まあ、ソフトウェアとハードウェアのバランスっていうところを取りながらやっていくと、結構中途半端になってしまう可能性もあります。で、そうすると、まあ、うちの会社は逆にハードウェアをやめて、ソフトウェア専業になって、まあ、キノシスもまあソフトウェア専業、そしてザパタもですね、QC屋もソフトウェア専業ということで、まあ、カナダのワンキュービット1社、アメリカで九州やザパタ2社、日本で、まあ、キナシス、ブルーキャット2社ということで、ですかね。やっぱりちょっと日本頑張りたいところですよね。ということで、まあ、今年はなんとかではっちゃけたいと思うんで、まあ、こんなにこう世界中で競争ですね、まあ、すごい盛り上がっているところで、ソフトバンクビジョンファンドも参加してますし、CQC なんか JSR とかですね、日本の方からも出資してたり、ザパタもですね、伊藤忠だとか出資してて、結構日本勢もですね、この量子コンピューターの競争にはかなり絡んでるという状況です。はい。まあ、九州屋の方も愛新世紀さんとか、まあ、契約っていうのとは、日本シールは CQC だっけな。結構日本企業がこういった量子コンピューターのベンチャー企業ですとか大手企業と組むっていうこともかなり多くなってますんで、まあ、かなり期待が持てるんじゃないかなと思います。で、こんな群雄割拠の中でですね、やっぱりちょっとザパタとかワンキュービットとかって、まあ QC はもうそんなに大きくないですけど、ザパタワンキュービットなんていうのは CQC も含めてですね、この辺は調達額がズバ抜けてるんで、まあ、ソフトウェア会社で調達額が2桁億いくっていう会社は相当ズバ抜けてる会社ですよね。なんでワンキュービットですとか、まあ、ザパタですとか、っていうところは2桁億の調達を常にしているんで、まあ、実力としてはダントツで CQC もしてたんですけど、ここに来て CQC が、まあ、そのフルスタックに変貌するということで、まあ、かなり読めなくなってきているという感じですかね。で、うちの会社はちょっとハードウェアがやっぱちょっと、まあ、厳しいかなと思ったんでやめてしまったんで、まあ、ソフトウェア専業ということでは今後もソフトウェア専業で頑張っていきたいんですけど、まあ、大手、Google、IBM、Amazon、Microsoft ですね。そして、こういった群雄割拠のフルスタックのメガベンチャー、リゲッティですとか、ハネウェル、そして、IonQ とかですね、DM とかですね、でありながら、まあ、あとは、その、ソフトウェアメガベンチャー、ワンキュービットやザパタやキューシウェア、っていうところで、まあ、どうやってですね、世界を生き延びていくかってところが、まあ、かなり楽しい感じになってきたんで、まあ、引き続きですね、量子コンピューターの、こういったベンチャー企業の名前ですが、大手の名前を覚えるのってすごい楽しいと思うんで、こういった名前をですね、覚えておくと、ふと見たときに、こんなこと起きてたみたいなニュースを楽しめればいいかなと思いますんで、ぜひですね、ニュースを、まあ、チェックしてみてください。じゃあ、今回は以上です。